もてあそばれてるのか。リンクスタート。人の意志というものは本当に面白い。私はこの光景が見たくて SAO を作り上げたのかもしれないな。よろしい。ではかかってきたまえ。正真正銘のラストバトルを始めよう。すっきり終わらせて向こうに帰らせてもらうわ。キュビト、行くわよ。ヒースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。こうして最後のボスとして相まみえることができて嬉しいよ。望み通り決着をつけよう、キルト君。食らうか。隙だらけだぞ。
了解。スイッチ。こちらから行くぞ。スキルチェック。これでどう？来るか。よーし。こちらから行くぞ。来るか。隙だらけだ。全力だ。受け切れるか。やっ。くらえ。わしがここまでさせるとは、手加減はしないぞ。無駄だ。までに鮮やかに勝利を収めるとは、私の想定以上だ。さあ、アインクラッドの最後のボスは倒された。君たちが勝利者だ。これから順に君たち全員が元の世界に戻っていく。ヒースクリフ、あんたは？私は戦いに敗れたのだよ。今は創造者の権限でこうして君たちと話をしているが、ここで SAO のルールを自ら破っては、私にとって唯一の現実であるこの世界を否定することになってしまう。ここでお別れだ。君たちがこの世界に来てくれて本当に良かったと思っているよ。私の無双の中で君たちは真剣に生きてくれた。確かにここはゲームの中の世界だ。それでも俺はここも一つの現実だったと思っている。そう思ってくれるのか。ありがとう、キリト君。
様に緊急のお知らせを行います。現在ゲームは強制管理モードで稼働しております。すべてのモンスターおよびアイテムスパンは停止します。ゲームはクリアされました。ゲームクリア。これで本当に私たち。これって浮遊城全体が壊れ始めてるんじゃ。シーカちゃん、光ってる光ってる。光ってるって。なんか景色がぼんやりしてきました。消えちゃった。大丈夫なのかよ。おい、おそらく現実世界への転送が始まってるんだ。でも本当にこれでクリアなのかしら。いまいち実感が湧かないっていうか。ボスには手こずらされたが、それでも幕切れとしてはあっけないもんだったね。そうね。この世界がなくなっちゃうなんて、やっぱりなんだか寂しいわね。うん。自分でも気づかないうちにアインクラッドでの日々を楽しんでたんだなって思う。同じ気持ちだ。やっと現実世界に戻れるってのに、キリト、あまり嬉しそうじゃないね。そんなことないさ。ただ、ちょっと、まあ、思い出とか、いろいろあるからね。リズが76層に来ちゃって、下の層に帰れなくなった時は、本当に心配したよ。私だって本当に困ったわよ。結果的に天気になってよかったけど。キリトにスキル上げを付き合ってもらったり、と一緒に攻略の最前線に立ったり。伝説の武器の古文書が見つかった時は盛り上がったわよね。そうだな。伝説の武器の素材集めじゃ随分世話になった。そうでしょ、そうでしょ。仮にも黒の剣士様がモンスターにたぶらかされるなんて情けないったら。面目ない。でも、その、私も、ありがとうって言わないと。私が、つまらないプライドで先走って、キリ
ートに迷惑かけちゃったこと。つまらないプライドなんかじゃないさ。リズはいつも俺のことを支えていてくれた。リズの剣がなかったらアインクラッド攻略はきっともっと遅れていただろうな。俺だけじゃなく攻略組の多くがリズの鍛えた武具を使っていたんだ。その貢献度は計り知れないよ。そうかな。そう言ってくれると嬉しい。リズ。ごめんね。このゲームが終わった今、リズベット武具店も閉店なんだなって思ったら、ちょっとね。現実の私の家は、当たり前だけど、武具店なんかじゃないから、いくら待ってもお客さんは来なくて。ボロボロになった剣を研いでくれって、あんたが訪ねてくることもなくなるのは、ちょっときついかな。リズ。ダメ。泣きそう。リズ。会いに行くよ。必ず。剣を研いでもらいに、とはいかないけど、ただ会いに行くだけでもいいか。ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど。待つとして、ちゃんと会いに来なさいよね。ああ、約束するよ。覚えたよ。忘れない。俺は霧ヶ谷和人だ。霧ヶ谷和人ね。うん、覚えたわ。ありがとう。あんたに会えて本当によかった。
行して、生き残ったおよそ6000人の SAO のプレイヤーたちは、現実の世界へと帰ってくることができた。現実に戻ってから、まず俺たちを待っていたのは、リハビリの日々だった。低下してしまった筋力を、元の生活ができるまで戻すのは、かなりの苦労があった。それでも、直接会いに行きたい仲間たちのことを思うと、リハビリを頑張り続けることができた。退院して、久しぶりに帰ってきた我が家は、俺が現実に帰ってきたことを強く思わせるものだった。やっと帰ってきた、と思う安堵感と、もう向こうの世界には行けないという虚無感が複雑に絡み合う。ソードアートオンライン。このゲームで死んだプレイヤーは、現実でも命を落とすデスゲーム。このゲームを作った茅場明彦は、凶悪な犯罪者として、世の中の人たちの記憶に残るだろう。事件解決後に、俺を訪ねてきた対策チームの人間から聞いた話では、茅場明彦は、長野県の山荘で見つかったらしい。しかし、見つかった時には、すでに死んでいた。ナーブギアに残されたログから、自ら大脳に超高出力スキャニングを行い、脳を焼き切って死んだとのことだ。しかし不思議なのは、茅場明彦が死んだとされる日にち。死亡推定時刻とゲームクリアをした日から逆算すると、百層での戦いよりももっと前。75層で俺と戦った前後に、茅場は死んだことになる。そうすると、百層で戦ったあいつは、本当に茅場本人だったのだろうか。茅場は別れ際に、SAO の世界を、自身の唯一の現実であると言っていた。もしかすると茅場は、ネットワーク上に自分自身を残す方法をすでに持っていて、不要になった肉体を捨てたのではないか。あの SAO を作った茅場なら、それくらいのことはやってしまいそうな、そんな気がした。アルベリヒ。菅生信行は、現在警察で取り調べを受けている。俺やアスナの証言と、菅生や他国の人間とが接触した記録。これらの証拠から、VRMMO 内での出来事としては異例の、本格的な捜査が始まった。もちろん菅生は、レクト社から席を外すこととなり、アスナとの結婚などという話もなくなった。しかし、茅場が作ったこのゲームは、本当にただのデスゲームだったのだろうか。茅場はコンピューターの中に、現実とは違う、もう一つの現実を作りたかったのではないだろうか。そうすると、このゲームの本当の遊び方は、クリアすることではなかったのかもしれないと考えさせられてしまう。
早場のやったことは、到底許されることではない。それでも、かやばの作った世界での、出会いや別れ、仲間と共に過ごした、かけがえのない日々は、本当に大切な思い出だ。その大切な思い出の続きを、この現実でも作り続けていこう。かつての戦友と共に。さようなら。ソードアートオンライン。ほら、キリト、いつまで体を洗ってんの？早くこっちに来なさいよ。
せかすなって、今行くよ。確かに、別格だな。SAO で入った温泉とは、一味も二味も違う。体の芯から温まるっていうか、肩の力が抜けていくっていうか。でしょ?キリトにも分かってもらえてよかった。まあ、本当は、水着着用なんて邪道なんだけど。キリトと婚約に入るには、この方法しかないものね。後で女湯の方にも入ってくればいいんじゃないか。俺のことは気にしなくていいから。でも、キリトと温泉に来たわけだし、やっぱ、キリトと一緒に入らないとね。来たのに、一人で温泉なんてちょっと寂しいじゃない?まあ、確かに。でも、SAO で出会ったリスと、こっちの世界でこうして温泉に来るなんて思いもしなかったな。私だって、こんなことになるなんて思わなかったわよ。でもまあ、こうなりたいとは思っていたけど。なんか言ったか?なんでもない。でも、武器の代金の代わりって、温泉に付き合うだけでよかったのか?私がいいって言ってるんだから問題ないわ。ねえねえ、それよりもティリト、次はどこにしよっか?え?次って、何の話だ?温泉に決まってるでしょ?え?一口に温泉って言っても、いろんな温泉があるのよ。お湯の色から香りから手触りから、全然違うんだから。今回だけじゃないのか?何言っちゃってんのよ。黒の天使様は私の作った名店が一度の温泉旅行で済む程度だと思ったの?あと、ゲームの外で、その呼び名はやめてくれ。それにね、私は、キリトと一緒に温泉に行くのが好きになっちゃった。キリトは、私と一緒にいるのも、いや。別に嫌じゃ。それに、まあ、他の温泉も入ってみたいな。
まり。仕方ないか。こうなればとことん付き合わせてもらうよ。何よりリズには何度も助けられたから大きな借りがあるしな。当たり前よ。キリトへの貸しは大きいんだから。返済はいつ頃終わるのかな。もしかしたら一生かもよ。いや、冗談ですよね。どうかしらね。キリト、手繋いでもいい？うん、いいよ。キリトのぬくもり、これで私はあの世界でも前を向いて過ごしてこれた。やっぱ私には特別みたい。リズ、キリト、ドキドキしてる。それはまあ温泉で体温が上がってるしだな。近くに来なさいよ。ちょっとリズ。離さないんだからね、キリト。危ないって。大好きだよ、キリト。もう絶対諦めないよ。キリトが私のこと好きになってくれるまで。